全く、いきなり石の中にぶち込まれたと思ったら何ですか。今流行りのモッドパックがあるから実況してくれって、先に要件言ってから行動に出てくださいよ。全くもう、それじゃあやりましょうか。今回遊ぶモッドパックは、ストーンブロックという名前です。名前と映像の通りですが、全部石で埋まったワールドで、工業とか、いろいろやっていきます。私、暗いのと狭いのは苦手なので、大丈夫なのかなぁと思ったんですけど、湧き潰しを徹底すればむしろモンスターは湧かないし、昼夜を気にする必要もなくて、楽だと知りました。おっとっと、そんなこと言ってる間に映像が先に進んじゃったで。これが今回のクエストです。なんだかんだ自己申告制じゃないモッドパックは初めてです。仕事をこなしたら報酬がもらえるという喜びをかみしめようと思います。ところで、ソーラーパネルを作るクエストがあるんですけど、ソーラーってこの環境で使えるんですか？地中に太陽でも作るんですか？まあいいや、多分限界高度までぶち抜けって話でしょう、きっと。それで、こちらはミスティカルアグリカルチャー。こうやって見ると、結構モッド構成はスカイファクトリーに似てる気がします。まあこっちには、スカイファクトリーにはなかった、主に昔ながらの有名モッドも入ってるらしいですけど。で、ストレージ系のクエストなんですが、AE2 と RS が両方入っています。私はどっちかというと RS 派かな、リボンストレージがあること前提だけど。でもバージョン 1.7 以降 AE2 には触れてないし、最近はかなり進化してるのかも。そして、ドラコニックエボリューション。これは、まあ、なんというか、そうだねって感じのクエストライン。で、一番下はプロジェクト E です。シートと名高い錬金モッドですが、どうせモッドパックではレシピ改変されています。むしろプロ E が入ったると、あ、このモッドパックやべえやつだ、ってなります。じゃあ、あんまり見たくないですけど、レシピを確認してみますか。ああ、そっか、JEI の設定いじらないとモッド名で検索できないね。じゃあ、まずは賢者の石。これがないと何も始まらないアイテムですが、まあやっぱり、原型もないほど改変されてますね。中央のスターですが、これをクラフトするにはネザースターとドラゴンブレスが必要です。当たり前のようにウィザーとエンドラ倒すことを要求されます。じゃ、変換テーブルの方はどうなんでしょう。うわぁ、これ鬼畜系モッドパックで見たやつだ。じゃあ錬成版の方は？ぐえぇ。いやこの前ツイッターで監視規制連絡の妖精さんが慣れればすぐクリアできますよって言ってたんですけど、あれは工業上級者の中での話であったか。まあもともとこの企画はサブ的な企画というか、そもそも全クエストをクリアするつもりでやってるわけじゃないので、プロ E までは進めなくてもいいかな。よし、じゃあそろそろ始めましょう。ゴーゴー。記念すべき最初のクエストは、小石を作れとのこと。小石は、素手で石を砕くと手に入ります。素手で石が削れるって、私の手はどれだけ頑丈なんだ。もしかして、私の包丁も素手で研げるのでは？無理です。16個は詰めて、クエストクリア。報酬は、ランダムで色々入ってるルートチェスト。全部のクエストを確認したわけじゃないですけど、多分どのクエストも報酬はルートチェストです。それでは、中身を確認。私にプレゼント？嬉しい。完全に言いたかっただけである。インバーのハンマー、最初に出る分にはとても便利なツールです。いろいろ過程をすっ飛ばして丸石がゲットできちゃいます。小石なんていらんかったんや。ちょっと壁を掘ってスッキリさせました。では次のクエストに行きましょう。次は、石の作業台を作れだそうです。石で作業台が作れるんですか？まあ確かに、台なら木でも石でも全然作れるか。ほい、作業台、作りました。報酬のルートチェストは、しばらく溜め込んでおきましょう。霧のいい時に一気に開封です。で、次は土を10個は詰めろですって。説明にあるように、ハンマーで丸石を砕いていくことで、土が手に入るようです。いつもだと丸石、砂利、砂、ダストって流れですけど、その間に土も入るんですね。それじゃあ、まずは石の棒を作ります。棒すらも石で作っちゃうのか。で、石のハンマーを作りました。さっき報酬でもらったインバーのハンマーとは別物です。あれはただの採掘ツールです。それじゃ、丸石を砕いて砂利に、砂利を砕いて土にしました。よし、クエストクリア。土とくれば、次は木かな？これは、石のクローク。これも石なんですね。木のクロークは棒4個で作るので、石のクロークは石の棒4個かな？あれ、違った。じゃあ丸石4個か。これでもない。配置がちゃんと決まっていたようです。ほい、石のクロークを作りました。しかし、クロークといえば葉っぱからシルクワームを手に入れるために使うイメージです。でもクエストの順番からして、クロークを使って苗木をゲットするみたいです。土の中に苗木が入ってるってすごいな。し
かもその土、元は丸石です。すごいね、ど根性だね、ど根性大根だね。ふと気になってど根性大根について調べてみたんですけど、13年前の出来事だそうですよ。私生まれとらんやんけ。ほい、土を壊したら、バニラ苗木が全種類出てきました。全部4個ずつ要求されているので、集まるまで土をひたすら壊します。これで全部集まったかな？よし、集まりました。まあ苗木を手に入れるクエストの次は、おそらく木を手に入れるクエストでしょう。ほら、やっぱりね、適当に苗木を植えまして、シフト連打によって成長を促します。前も言ったけど、完全にオカルトの域ですわこれ。変態さんですね。というか、全然育たないじゃないですか。場所が悪かったかな。場所を変えて、もう一度。お、育ちました。特定の座標に置いた苗木が全く育たない現象、あるよね。原木が集まりました。それと、リンゴが6個も手に入ってます。リンゴのドロップ率上がってるのかな？さてさて、次はチェストを作りましょうか。いろいろと収納したいアイテムも増えてきましたしね。ほい、完成。とりあえず苗木類とか石ころとか収納しておきます。ルートチェストも増えてきました。そろそろ開封のタイミングかな？じゃあ次のクエストの時に開封しよう。次のクエストなんですが、糸を手に入れろとのこと。まあ、いつものあれですね。クロークで葉っぱを壊すと、シルクワームが手に入ります。このシルクワームを葉っぱに寄生させて、糸を生産してもらいます。おっとすると、ここがルートチェスト開封のタイミングですね。しかし残念、もう時間ですので、次回のお楽しみにしましょう。あ、先ほども言いましたが、この企画はサブ企画なので、投稿ペースはかなり遅くなります。では、また次回をお楽しみに。